どうもプリツです。はい、ということでサイコブレイク2の実況プレイ続きやっていきたいと思います。パート2ですね。なんかここでクラフトできるみたいなのでちょっとやってみよう。作れんのかな。まだあんまりギアとか拾ってないから多分あんまり作れないと思うんだけどね。クラフティング、ハンドガンの弾、長押しでハンドガンの弾クラフト。はい、行きましょう。ああ、なるほどね。意外と器用なトロフィーを獲得しました。回復剤は、あ、ハーブを拾ったら回復剤も作れるんだ。なるほどなるほど。こっちなんだこれ。こっちは何。あ、強化するんだ。へえ、なるほど。面白いなそれは。ハンドガンってやっぱね、一番使うと思うからね、強化したいんだけどギアが足りないみたいですね。なるほど。まあまあ、じゃあギアとかもね、頑張って探した方がいいということですね。あ、ここ落ちてるじゃん。え、これ取っていいの。なんか補給品みたいな。ありがとう。補給品ボックス、なるほど。なんかこの補給品ボックスはまあいろんなところに設置してあるみたいなので、まあ見つけたらね、見逃さず取っていきたいと思います。じゃあ早速ちょっと出ますか。はい。お、懐かしみの鏡が。え、これワンで出てきた人じゃん。看護師さん、また会えるのか。今のは誰だ。あ、 BGM も懐かしい。はい、鏡入りましょうか。長押しが意外と長い。来ましたね。あれ、違うじゃん。全然想像してたところと違う。何これ、またクラフト台あるし。あ、車椅子だ。残像が見えましたね、看護師さんの。この車椅子に座ったらなんかスキルアップできるんだよね。こう凍っていきなり。はい、座りましょう。 BGM 怖いな。おっとおっと、うわ、なんか設置されてる。これだよね、懐かしみの。はい、縛られてますけど。なんだ。おい、ここから出せ。自分から座ったけどね。カステヤのステージ。お、懐かしいですね。また会いましたね。お久しぶりです。お帰りなさい。ただいま。またあんたか。なぜここに。あなたこそどうしてかしら。何にせよ見知った顔で嬉しいわ。嬉しくないわ。知りすぎている顔でもね。何歳ぐらいなんだろうこのおばさん。お疲れのようだわ。元気にしてあげましょう。え、何を。え、やめて、いきなり下ネタ。本当に。マイク、俺下ネタ無理だから。同じように。はい、なるほど。なんかここでこの主人公のね、ステータスを強化できるみたいですね。これは1にもありましたね。スニークとかはなんか、え、スニークとかあったっけ。まあ、とりあえず体力を上げとこうか。はい、ここでグリーンジェルを使います。アップレイ。はい、まあ、もう足りないんでとりあえず体力だけですね。話すことできる。あ、会話できる。わからない。この場所、あんたビーコンと同じだ。だがここは違う。ユニオンだ。そう、全て同じに見えるわ。何が。壁、その椅子、あなた何一つ変わっていない。まあ、俺は変わってないけどね。この周りが変わってるって言ったんだよ。日本語通じないかな。ねえ、なんかこの学校の授業を受けてるみたいだね。はい、椅子貸します。これを車椅子に座ったらあの世界に行くんだ。なるほどね。まあまあ、今回は こんな感じの境界になるみたいですね。何、何、なんで開いた。自動ドア。おっと、またあるじゃん。あ、ここから出るんか。なるほどね。じゃあ、シロがいるんじゃない。いたいた、シロ。元気してたか、シロ。いい子にしてろよ。じゃあな、置いてくからな。よし、行きましょう。で、ここどこだ。え、ここどこ。ちょっと待って、銃持っとこう。あれ、開けていいの。え、外ゾンビいるんじゃないの。え、ゾンビいなくなってる。外で通信機を使い。なるほど。あ、ちょっと待って、何何何何、通信機が入った。よし、彼の言った信号を探してみるか。行きましょう。ロックオン。敵が多すぎる。しっかりしろヘイズ。これくらいまで。誰か喋ってるね。今回は武器もいい。例の補給品が手に入れば確実だ。あ、生存者だ。オニールが言ってた信号だな。なるほど。しっかりしろヘイズ。今回は武器もいい。例の補給品が手に入れば確実だ。補給品を探してるんだ。ロックオン解除。こっち？そう、あ、そうじゃん、これ。こっちか。だいぶ遠いな。だが唯一の手がかりだ。リリーが泣いてますね。どこで泣いてるのこれ。ちゃんと隠れてんの？ないね。なるほど。通信機を使って少女の声を探して。ちょっとその前に、あの補給品がどうとか言ってたんで、ちょっと最初に聞いた方いきますか。なんだこれ、ちょくちょく地震が起こってんだけど。おっと、これは隕石でも落ちたんですかね。サイヤ人出てくるのかな、ここから。ねえ、ベジータ出てきますかね、ここから。違いますかね。何かが落ちたのかな。急に出てくるのはやめてね、先に言っとくけど。どういうことだ。これだけ崩壊が続けば捜索は無理だ。何？何がユニオン？どうなってんのこれ？この信号を探そう。え、上の方どうなってる？なんかすっごいことになってるのはのだけはわかりますね。あ、ゾンビもいるんだ普通に。え、なんか楽しいね。なんか自由に動けて、しかもゾンビもいるから、マジでバイオハザードの世界になんか放り込まれたみたいな感覚しますね。ちょっと待って。しっかりしろヘイズ。これくらい。とりあえずあのノイズが聞こえる方向に行きます。ノイズ？通信機のあれが聞こえるんで。よいしょ、スネークキル。あ、ナイス。
斧ゲットした。弱い敵なら一発で一撃で倒せる。ナイスナイス、いいぞ。これ何？お、なんか入ってるの？お、ギアじゃないこれ。どこにしまったの今どこにしまったの今そのギアを。このネズミみたいなの撃てないのかな。お、死んだ。ガチで当たるとは思わなかったけど。何か落とすの？あ、何も落とさない。ごめんね、本当に。ごめんなさい。もうしません。何かあるのかなと思って。絶対に当たらない自信あったし。ごめん、本当に。ゴミ箱を漁って、無言で拾う。ホームレスか、俺は。はい、ハーブゲットしましたね。ここ入れるの？あ、建物の中はさすがに入れないのか。オッケーオッケー。瓶。瓶持ってた。こっち行ってくれ。人死んでるじゃん。あ、ギアもらった。こいつは懐かしい武器だね。これ、あ、懐かしい。使い方忘れたけど、この死んでる兵士にはね、見向きもしないからね。これ拾ったから地震が起きたっぽいですね。え、マジか、これゾンビ集まるやつじゃね。なんでピッてなった。とりあえずこれ拾おう。これ拾わして、これありがとう。で、これも拾っとこう刺さってるやつをね。ちょっと待って、これを下に設置しとこう。バレてないよね。バレるバレる。待って、うるさ、お前叫ぶなよ、お前もう。なんで叫ぶ、マジで。後ろ来てるよね、これ。いらないことするわ、もう。ほら、もう一丁行くか。ヘッドショット2発で死ぬから、お前らは。めっちゃ叫ぶやん、もう。まだなんかありそうなんだけどな。あ、近く来ましたね。お、お、お、え、なになになに。しっかりしろ、ヘイズ。これぐらいマシな方だ。え、なにこれ。今回は武器もいい。これ何これ。え、なんで透けてんの、どういうこと。なんかね、せっかくここ来たのに、なんか何にもならないから、ちょっとね、リリーのね、声の方に行こうと思います。はい、せっかくね、ゾンビから逃げてきたのに、本当に。あ、ここに目的地つけていきましょうか。お、便利だね、これめっちゃやりやすい。あ、ハード落ちてます。何より、ちょっと待ってよ。まずい。よし、あ、一発だ、強っどこ来たの今。首かな。強いね、この石かよ何も入ってない場合もあるんだ、ちゃんと。おっと、何何。うわ、生存者が食われてる助けれなかった、さすがに。あれは、え、この中に誰かいるのかな。とりあえずまずは声のする方向行きましょうか。何何何、なんで急に鳴り出す。タイミング良すぎかよ、マジで。さすがにゾンビの世界でもさ、いきなり車がプープーなることはないでしょ。え、ショットガンの弾、ショットガンあるの、ここら辺に。ちょっと探してみる。あ、ラッキー、壊れた発電機。なるほどね、これに当てろと。オッケーオッケー、よいしょ。じゃ一回当ててみますね、ショックボルト。どうだこれで。おお、開いた。何があるんだ。え、表面反応を登録した。何なのこれは。ここに誰かいるってこと。生き返り、うお、やったね。一回あると思った俺。え、ちょ待って、何、めっちゃ弱いやん。あれ、当たらない。なんかこいつあれに似てるよね、名前忘れて。何だっけ、オーニー。まあ、なんかとりあえずさっきのとこにいた、あの感じ悪いやつにめっちゃ顔に似ててビビったわ。え、何これ。あ、ここ安全場所なんだ。あ、セーブできるじゃん、ラッキー。肝心の弾はあんまり落ちてない。すぐ閉める、すぐ閉める。これ鉄則ね、ゾンビ入っちゃうから。ちょっと待って、ちょっと待って。おはようございます、そしておやすみなさい。やめてよ、調べる。何これ、ただの石かよ。急に起き出すなよ。まだ夜だぞお前、ちゃんと朝になってから起きてよ。ライト切ってた方がいいとかあるのかな。いや、これ絶対気づいてない。弾なくなるよ、もう。死体を踏んでく。はい。え、何あいつめっちゃ臭そうな、なんか煙放ってんだけどよし、あ、もう着いたね。え、ここにリリーがいるの。お、爆発。あれ、ここじゃないの。あ、これ探すのか。あ、こん中にいるの。あ、ここにいるの。あ、これなんか見たことあるね、この写真。ほら、なんか、この光景見たことあるよね。え、これどうすんのこれ、言って。あ、進んだ。なるほど。チューニングする。これは。何？え？小針ってこと？え、ちっちゃい手がある、もう可愛い両手で開けたんだろうね、多分。開かないぞ。鍵かかってんの？ああ、開けれるんだ。いるのか？リリーどこだ？パパが、パパが助けに来たぞ。どこに行ったんだ？走ってる。おー、足跡見れるんだ、この部屋か。リリー出てこい。怖くない、リリー。パパだよ。くそ、よし、落ち着け。どうすれば入れる。鍵を探せばいいんだよ、シンプルになんか操作できるんだけど。あれ、
おお、ここから入れるんだ。単純。潜り込む。行きましょう。リリーどこだ？え、どこ？リリー？ゴミ箱の中？何これ？リリーの人形。あ、人形ね。ここにいたんだ。おっと。ドア開けて、閉めて、逃げてきたんだね。鍵もちゃんとかける。ナイス。賢いね。俺の子供だけあるわ。人形さんね。誰か降りてきてる。入ってくんの？下から。バレてんだ。やめてあげてよ、お前。誘拐された子ってこんな感じの気分なんだ。あ、上から逃げるんだ。ナイス、なるほどね。ナイスってなんだよ、俺。まずい。リリーが危ない。なるほど。誰かに追われている。あの窓がどこに続いているのか、あたりを探してみるか。ここの裏から出たんだね、多分。よし。行きましょう。誰に追いかけられてんだろう。え、なんか、野生のライオンみたいな鳴き声したんだけど、今。気のせいかな。よし。裏だから、とりあえず、こっちかな。どこだろう。あ、ここだね。ここから出たんだね。なあ、リリー。どこに逃げたんだ。おっと。待ってました。なになになに。でも、ここから逃げたんだったら、どこにいたんだろう。あ、また反応した。これは。勝手に動いてる、今。新しい信号か。なるほど。よし、すぐ行く。また行くぜ。もう少しの辛抱だ。よし、これだね。はい、ということで、また向かいたいと思いまーす。なになになに？やっぱなんかいるよね。これ人じゃなくない？この鳴き声。やめてやめてやめて。え、なに？いた。え、なに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 ？人じゃないのは確かだけど、ライオンでもなんでもなかった。なんだお前。やめて。右からも来てる。なっと。ちょっと。一発で死んだ。いや、死んでないよね、もちろん。ちょっと待って待って待って。めっちゃ、やめて。やめてよ。逃げよう逃げよう逃げよう。こんなのダメだ。勝てない勝てない。え？どうしたらいい、これは。やべ、スタミナがない。いやいや、そんなモーション求め、そんなアクション求めてないから今。上に上がろう。ここだな、大丈夫か。来いよ、もう。やってやら。自動照準ついてんだよ、こっちは。よし。ちっちゃい、こっちだから。あ、車落ちちゃった。厄介だな、これはさすが。めっちゃ、やばい。まだ死なない。え、まだ死なないの？弾なくなるよ、俺。あ、死んだ。いや、どうなったらこれ生まれんの？何からな、どうなってこうなったの？これ何？もう一度やってみるか。ちょっと待ってよ。その前に回収しとこう。はい、行きますか。チューニング。あ、あっち走ってた。ついてけんのか？出しよう。え、どこ行ったの？あ、なんか光ってるぞ。これは？調べる。足跡が見えましたね。辿っていきましょうか。死だ。え、数日経っている。リリーの力。リリーのものでなければいいが。うん。こんだけ出てたらかなり危ないから。あ、消えちゃった。オッケー。オッケー、また違うとこでね、共鳴反応があったんで、とりあえずそこに向かいたいと思います。あ、通信機かずった。あ、これもチューニングするんだ。なるほどね。何だったんだ？よくわからんが、二人はここにいたらしい。うん。だが、どこへ行った？何の情報もなかったね、ほとんど。小また行かなくちゃいけないの？また信号だ。この二人とは会わない方がいいかも。そうしていた。なんでなんで？それでも武器は欲しいが。え、戦うってこと？あ、そっか、なんか今人でも化け物でも容赦せんぞみたいな言ってたから、もしかしたらね、狙ってくるかもしれないってことだよね、俺を。まあ勝つけどな、俺は。まあ、とりあえずミッション進めていきますね。チューニング。はい。ここだね。よかった。あ、車の下に隠れた。ここに隠れてたようだな。いや、違うかった。隠れてなかったね、下に。で、どこに向かったんだ？この中？あの倉庫にいるんだな。いるの？賢い子だ。いや、だいぶ賢いけどね。隠れる場所も多いはずだ。うん。その分ゾンビも多いけどね。よくここ通っていったな。あ、見つかりました。斧持ってるから大丈夫でしょう。よし。あ、あれなんだね、斧は一回使うと壊れちゃうんだ。あ、これ燃えるんじゃね？こっち来てほしい、お前。こっち来てくれない？こっちだと、お前どこ行ってんの？何？よし、来た。罠にかかったな。で、よいしょー。はい。この殺し方もやってみたかったんだよ。いいね。でもこれアイテム拾えなくない？燃えちゃったから。まあいいか。あ、
いけるいける大丈夫だった。うわすっごい体勢してるこれダンサーみたいな。これかな。くし違うね。電力復活させないと。いやマジで。あの電線が電源に繋がってるのか。なるほど。え何俺あそこに行けっていうの。もうやめてよ本当に。なんかないかな。わかった。あのね倒し方わかったわ。多分ね外におびき出すんだよね。で燃やす。2匹いるからうまいこといくかわからないけど。よし来た。今何もしないけど開いたね。ちなみに出てこい出てこい。2匹とも来て。一緒に来てよ一緒に来てよ。まあ、とりあえず行ったよこれで。よし上に逃げる。とりあえず上に。あれなんでお前も一緒に死んでんねんお前燃えてなかっただろ最初。自分から入りに来たのか。放火魔なりましたね。放火魔にやったぜ。はいこれを引いたらいいんだね。オッケー。これで動力がいったと。動力じゃない電力。これでいいのか。シャッターが上がって。リリーめっちゃ小声。リリーどこだ。リリー。うわっ。なんでしまった。別にいいけど。くそ逆にしまった方が良くない。ゾンビ来られても困るからね後ろから。いやキャーって言ったことはもうここにいるのかな。リリーが。え、ヒューズこんだけあるってことはなんか出てくるんじゃないの。ボス的な。やめてよ。おっとっと心霊現象も起こるみたいです。キャーって言ってる。上からだ。そんな定期的にキャーって言うことある。何ここにいてみたいな。怖い。棒を張っていったのか。どうにかしていかないと。いや取れるだろそれぐらい。リリーは勇敢で来ても聞く。あの子なら大丈夫だ。大丈夫だ信じていこう。俺が早く見つけないと。絶対何か出てくるよね。もうわかるわ。何この手は。左手もちゃんと食っとけよ。ゾンビの声しますね。あめっちゃ影見えるすごいな本当に。いやえちょっと待って。なんで心霊現象をやめてほしいわ本当に。ゾンビはもういいけど心霊現象はやめて。プラス出してくるの。えどこ行ったの今。え消えた。えゾンビ消えた。どこ行ったんだマジで。おっとっとえっ行った。普通のゾンビじゃん。よいしょ。マジでビビった。こいつら慣れてるよね。もうゾンビ歴5年ぐらい行ってんじゃない。タイミングバッチシだったよ今ねえ本当に毎度毎度。どこにいるんだ。よいしょ。ここ誰もいないね。ファイル。あクラフトできますね。ここで攻撃力上げれるか。あ上げれますね。攻撃力 120% になりました。なるほど。これでこれどんどん上げていったらあれかな。あのヘッドショット一発で死ぬとかそういう感じなのかな。こんなとこでクラフトできる。この主人公のメンタルがすごいわ本当に。あ人形さんじゃん。人形だ。だがリリーはどこだ。リリーどこ行ったの。人形が血まみれになってるけど、まあさすがにねそんなことは想像したくないんで、はい、あショットガンやった。えこれショットガンだよね。ポンプショットガンじゃない。よしもらっておこう。やったぜもらっておこう。当たり前だろこんなの。落ちてんだからね。まあゴミ拾いみたいな感じだよ。全然盗んだわけじゃないよ。はい人形さん拾ってきましょう。背中に血はついてない。おっと透明反応来ました。逃げてきて何かから逃げてこの部屋に入ったんだね。ドアなんで閉めないの。あここに隠れたんだ。これはバレるねこれ誰なんだろう。スーツ着てるで。えネクタイしてんのあれ。それと赤のシャツかな。ちゃんと特徴覚えてきたよね。ちょうど顔が映らないんだ。だから節穴かお前は。ちょっと顔見えたけどサングラスしてますね。誰なんだろう。いや出ちゃダメだろまだ。ネズミが。うわっびっくりした。え何どうやってたのお前。やつだ。カメラを持った殺人鬼。カメラ持った殺人鬼。あいつがリリーをさらったのか。どうして気づかなかった。落ち着け考えろ。リリーを助けるんだ。通信機に新しい信号はないが他に方法はないか。オニール信頼できるかわからないが俺がリリーを思うくらいここを出たがってるのも確かだ。なるほど。オニールか。展開が聞こえるか。すごすぎて言葉が出ないね。んくそ聞こえないぞ。こんな時に電波悪い。外に出た方がいいか。工場の中電波悪いんだ。なるほどね。うわーでも俺が一番気になるのはあのトリックだね。ドアの外完全に出たのに左にいたからね。あれが一番気になってもう何も話入ってこなかった。え、なになになにまた反応してる。え、なんなんだこれは。何が起こってんの本当に。あのキチガイみたいな生物の鳴き声がしたんだけど、あれはあいつ追えばいいの。待てお前。おっとえ、どうなってる。どっち。え、ホテルに来た。あれ誰。あ、またリピートアフターミーナーズまたこれなんだね。いらないわこんなの。お戻る。キュンって戻るからね。なんだこれは。何が起こってんの。何もないよね。何これ何これ。あ、ちょっと待って。何スマイルフォーミー。笑ってってこと。見つけたぞ。ちょっと待って。スマイルフォーミーじゃない。ちゃんと追わないと。俺に気づいてるだろこれ。かっこいい。立ち去り方。おい。あ、来た。
あの子どこへやった？どこやった？早く返してくれよ、リリーを。振り返り際の瞬間移動。いやいや、おかしいおかしいおかしいで、なんでそんなたくさんいんの。待って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 、クソがマジで。リリーどこに行くんだった。俺質問しただけなのにさ、いきなりこんなの出されても困るからね。もうほら、どうだ、生きてる。やめてやめて、リロードさせて。ちょっとタンマタンマ、ちょっとタンマお願いします。うわ、よくれた。うわ、よいしょ。どうだ、まだ生きてるね。ちょっと待ってよ、よいしょ。死んだか。よしよし、ショットガン強、マジで2、3発で死ぬじゃん。また見失った。今度は鬼が繋がるといいが。絶対追いかけるべきじゃないって、あんなのねえ。降りる、セバスチャンだ。死んでなかったんだ。いや、ひどこいつ、ほんとムカつくよね。態度悪いし、雑魚キャラのくせに。だが、さらったやつは突き止めた。だが、やつには何か特別な力があるらしい。見失ってしまった。それなら役に立つ。特別どころじゃないだろ、あんなの。おっ、マジで発信源は視聴者だね。よくやった。場所は上を見て、大きな時計塔がある建物が見えるかい。ああ、それだよ。あれか、あんなとこまでどうやって行けって。一言じゃ説明できない。一旦戻ってくれ、説明する。わかった、了解だ。今から向かう。え、なに、あの、え、あの時計台のとこに行けってことどういうことだ。ついに、ついに空を飛ぶのか。うわうわ、出てきたし、どんな原理で出てきてんのそれ、マジで。それだけ教え、あ、声無理、声無理、本当に声無理あの、強キャラがめっちゃ出てきてるっぽいんで、気をつけて帰りたいと思いますね。はい、拠点戻ってきたぞ。ここからは安心だね。すぐ閉める、重要ね、これ。はい、大丈夫か。お、ちゃんと生きてたね。よし、帰ってきたぞ。無事だったか。無事かどうかはともかく、かろうじて生きてるな。さあ、視聴者に行く方法を教えてくれ。ユニオンには舞台裏みたいな場所があって、被験者を秘密裏に観察するんだ。通路は損傷が浅いから、ユニオンの亀裂を避けて通れるはず。だが、街は宙に浮いてるぞ。うん、トンネルさすがに飛べないでしょ。通路だ。そこを通る者は簡単に言えば位相間を移動するんだ。その名も脊髄だ。ワープするは違う次元に存在している。ワープするような感覚が。全く意味がわからんな。幸い理解できてなくても問題ない。使えればそれでいい。まあまあまあ、確かに迷宮みたいになってる、うん、間違えると街の反対側に出ることもある。視聴者につながる脊髄はどこだ。それと誰がこんなバカげた名前をつけた。ポートの場所をマークしておくよ。北の拠点の中だ。見た目だけは普通のコンピューターだよ。起動用のパスワードを教えておく。中に入ったら B2 出口のマーカーを目指して視聴者に直接行けるはずだ。これくらいなら通信機でも説明できただろう。まあね、でもこれは通信機じゃ渡せない。通路自体は無事だけど、ユニオンの崩壊でインフラに問題が生じてる。 B2 出口に繋がる道でガス漏れが起きてる。なるほど、これがなかったら生きて死んじゃうんだ。あ、じゃあゾンビとかも、かかることのガス漏れゾンビとかも死ぬんじゃない。最悪の情報ありがとうよ。最悪かどうかは微妙なとこだよ、今までの傾向からするとね。気休めにもならん。出発する前に聞くことはあるかい。幸い新品を用意してくれたようだということで、次からね、チャプター4ということでね、とりあえず今回はこんな感じで終了したいなと思います。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。いやー、まず単純に考えた時にチャンネル登録なんてしたところで別に減るものでもないし、あなたが損害を受けるわけでもない。ただ指でポチッとボタンを押すだけで、それをするだけであなたを一人の人間を喜ばせることができるんです。なのになぜしない、なぜボタンを押すことができない。